こんにちは。ちは劇作家のしげのぶです。フェンスカーの鈴井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、海に眠るダイヤモンド第3話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。いやこう島の中でもちょっとなんていうんですかね。今回まあ。 事件というか、まあ、新しいとかやってきて、まあ、何かを起こして、まあ、去っていくっていうところではあるんですけど、ね、まあ映画の、映画を撮ろうと。そうだね。はい。まあ、昔作った映画、大好評だった映画の、ま、続編を取りに、まあ、ある人物がやってくるっていうところからですね。えー、で、現代の方では、ま、いろいろと、もう泉さんの家族にも、 いろいろありそうだというところがちょっと明らかになってくるっていうところですかね。うん、はい、いきましょうか。はい、まず2分ですね。はい。鉄平、まあ、さんと、あの、賢章さんがね、はいまあ、花札を問題にするところからなんですけども、うん、まあね、実はその、いや、まあ、やる気を上げたり、その、コミュニケーションだったりね。うん。 縮めようとしたり、あのー、いろいろ考えながらやっているんだよっていうところですね。まあだから、うん、ちょっとこうどうやってこ,うこれまた盛り上げていくかというか、ここをね、あの改善していくかっていう、うん、まあ強い行動がある、いい交流になってましたよね、そうですね、島の労働環境を変えようとしたりとか、まあ、住環境、住まいのところ、住居の割り当てを改良しようとしたりと、うん、いうところ。 が、進んでいっている。ただ、まあ、その、あれですね、トップが交代するっていうのもちょっと、起きてるっていうところですよね。ね島の。うん。だからそれがまたどういう方向に動いていくのかっていうところも、うん、ねえ、楽しみではありますね。そのトップ交代でちょっとね、こう、考え方みたいなのがちょっと違いそうですよね、またね。そうだよね。うん 仕事に対するというか、行員の、に対するというか、うん、考え方もまたちょっと変わりそうであるっていうところが、これちょっとまた、何かこう、火種になりそうなところが、ね、うん、うん、残ってますね。ぶつかりそうなところですね。はい。はい、で えー、次が12分ですね、はいまあ、レオさんと泉さんとの、まあ、こう相続問題からのところなんだけど、うん、まあで、まあ、レオさんも途中でしたけど泉さんその相続問題その本当はね本当のことをまだ言ってないんじゃないかっていうなんていうかなその,、うん、あのまあ自分にね相続するってのは嘘で本当は何があるんだろうっていうところをこうだん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 こう う探っていくというか、あらわになっていくっていうところなんだろうけど、何かやっぱりまだまだ背景がね、響いているし、でちょっとずつ危険度が高まっているっていうことだけが言える、うん、なんかいい演技でしたね。そうですね、まあ、秘密、何か、ね、まだ明らかになってないことがおそらくあってっていうところなんでしょうね。うん、で、まあ、これが多分60年前の端、まあ、までの出来事だったり。 まあ、泉さんが一体誰なのかみたいなところもちょっとね。ね。あのね、誰かなのかっていうところもちょっと気になるところですよね。ねなんかでもなんかこう、ちょっとダブってた感じ、ちょっと朝子さ,さんにも今のところは見えるかなっていう感じなんだけど、まだわかんないよね。ねえ、どうなんでしょうね。ね候補がね、3人ぐらいはね、ねいますからね。<ー>他のね、ゆりかさんだったりりなさんだったりする可能性も。 捨て、ね、きれないのかどうなのかっていうね、ところでしょうか。はい。はいで、次が24分。で、はい、朝子さんがね、まあ、その、映画を作るっていう、で、まあ、オーディションをやるぞ、うん、みたいな感じになるんですよね。ねえ、はい、盛り上がる、ね、<で>島がちょっとお祭り騒ぎになるみたいなね、そうそうねところですよね。はい。いけんぞ、いけんぞっつって、うん、スター誰だみたいな、ね。うん で、あさこさんがオーディションに行くんですけど、まあちょっとうまくいくんですよね。うん、で、なんかこう、みんなから、おおすごいじゃないか、すごいじゃないかっていう、なんか、あのー、あさこさんのなんかこう、シンプルで、なんかいい演技だったと思いましたね、ここも。うん。よかったですね。ねそうですね。うん、こう、目に見えてこう、浮かび上がってくるというか、ね、気持ちもね、浮かび上がってくるっていうところですよね。うん、ただね、それが、 もう後の出来事をねなるとあーっていうあるんですがう、ね、ではいあであのー、まあその次なんだけど三十七分ですねああささんがこうまあいろいろあってこう仲裁に入るんですよね入るところがあって、うん、あであ子さんがあのまあ その映画に出るから大丈夫って、私がスターになって金稼ぐから大丈夫っていう、この辺はね、なんか非常に <laughs>、あの、うん、おいの乗る、あの、いい交流でしたよね、いい行動だったし。いや、そうですね。あまあ、なんかね、うん、そのあとさ、あのー、あの、てっぺいさんとだっけな、あのー、はい、ちょっとだけ違う自分になりたかったのっていうところも、なんか綺麗でしたよね。ああ、そうですね。<ー>そう。そう ね、うん。よかったっすよね。でもあれなんですね、こうテレビの普及率も、こう一般的には10%ぐらいのところが、島、うん、では胸、ね、60%ぐらいあったっていうのもすごい話ですよね。いや、だからすごい、あのー、住環境とかね、いろんなところは悪いかもしれないけど、みんな持ってはいるんだよね。うん。稼げる場所なんでしょうね、やっぱりね。<ー>仕事、多分大変な仕事ではあるけれども、うん、ねえ。 高い給与が約束されているっていう場所なんでしょうね。えー、でもその60%あるからこそ、そのね、あの食堂にこうテレビがないことが、なんていうんですかね、こう、すごくしんどいことに思えてしまうというか。うん、そうだね。で、ね、辛いことに、あの食堂に住む一環にとってはそれが辛いことになってしまうっていうところですよね。うん、そう。 いやー。でもね、あのね、映画監督は、どうなんでしょうね。一旦逃げおわせたみたいなところ、なんでしょうけど。ねえ。ねうん。またどっかで来るのかね。ねどうなんでしょうね。でも、そうですよね。きっとね。うん、この、現代に行くまでの60年のどっかで出会うのか、ね途中で出会うのか、それとも現代の方で出会うのか。<laughs> うん。 わかんないけどね。ええ。うん、どうなんでしょうね。あるいはもう現代の誰かとしてどっかにいるのかどうなのか。ね、ああ、そういうパターンね。<laughs> <laughs> 確かに。<え>確,かに確かに、確かに。あるのかどうなのか。いや、ちょっとそこもまた楽しみですね。うん、いやー、でも現代の方でもちょっとね、大泉さんの家族は、 すごい火種をここも抱えてるそうですけどね。<laughs> まあね、ねそうだよね。うん、まあ,あ、描写としてはね、あの、泉さんが非常にこう、お,お金持ちというかね、うん、ねある程度、すごい資産を持っているっていうところだからね、うん、人は集まってくるだろうね、いろんな人も、ね。そうですよね。<laughs> うん、ただ、泉さん自身もね、それをちょっと。 悔いているというか、ね、道を間違ってしまったんじゃないかみたいなところも、思っているという,、ねねう。何のためにっていうね。ねえ、どうなんでしょうね。ね次回はね、会社をぶつぶすぞみたいなことをね、なってましたけどね。そう,そう,そうててね,、うんね。どうなるのか、そのあたりも楽しみですね。はいまあ、そんな海に眠るダイヤモンド第3話、ちょっとベストシーンを上げていきましょうか。 えーまあ、ここ37分かな、あさこ、まあうん、さんが映画に出るからっていうところ、まあ、仲裁に入っているからっていうところと、うん、まあそのあのね、哲平さんとの,、まあ、あのちょっとだけ違う自分、あさこになりたかったっていうってのは、うん、なんか思いが乗る、なんかいい演技でしたね、ここは良、ねうん、かったと思うんですよね、ねなんか、あさこさんの人柄というかね、なんか背景。うん いいいいいううかあのキャラクターが非常に出ているいい演技だったたと思いましたねねそうですよ、ね、ちょっとだけね、自分と違う人物になりたいって、まあ確かにそうでしょうね。うん、閉鎖された島だしね。ねえ。ねえ、娯楽もなかなかね、たくさんあるわけじゃないでしょうからね。そうだよね。うん。はい。いや、次回以降、また楽しみですね。 はい。というわけで、海に眠るダイヤモンドの第3話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。